モン吉くん、本当に売れますかね <laughs> <laughs> ?R の思考は売りづらい商品ですけど、これが売れたらマーケッターとしてね、あの、一皮をむけるんじゃないですか。これを、このプログラムを売れるんだったら。一応、まあ、案内しやすいように、まあ、無料教育動画からのセールス動画っていうふうに2枚作りましたけど。うん ね、いきなりその思考を買ってくださいだったら難しいと思うんで <laughs> ね。いきなり思考をセールスされてもって話なんで、まあな、なんでそれが大事なのかっていう教育コンテンツがあって、で、その中に一応、ね、次のページ行ってもね、あの動画が見れないように、まあ、ページのリンク見てもらえばわかると思いますけどあの、パスワード入れないとその動画が見れないと。だしっかり、まあ、動画見てくれた人がパスワード入れて、で、見て。 ででどううすすのかっていうところですねただ案内する上で案内もどう案内するかですよね。だから無料最初のその教育コンテンツの、えー、無料動画見てもらってああ吉田さんこういうふうに案内してるんだっていうところでまあそれを汲み取ってもらってまあ,あ自身の教育ですよね。読者に対してどう教育してってどう興味づけしてって動画を見てもらうのかって話ですね。うん。まああとはまあ自分自身の得点を つけるとか、ね、まあ、ベターですけど。うん、なんで、まあ、多分ね、まあ、うん、今、アフリエイトを登録していただいてる方が何人かこう出てきたんですけど、多分まあ、有力候補、まあ、ウーさんもね、登録していただきましたけど、うちさん、リストとかもないので、<laughs> 多分一番の売れる確率が今あるのは、モン吉くんかなって、この前ね、5万円の商品も自分で売ってるみたいで、リストはちょっとあると思うんで。 まあ、もし売れたらね、どうやって売ったのかっていうね、対談を取らせていただきたいなと。でそうしたら、その対談が、まあ、こうやって売ってたんだっていう参考事例になるんで、まあ、そのアフリエイトの,あのページのところにね、モン吉くんとの対談のリンク入れて、どういう風に売ってったのかっていうね、でそれを参考に聞いてもらえるようにできればいいんじゃないかなと。うん。そうまあ、まず一本でも決まればねあの、すごいと思いますよ。 ただこの1本決めたらいいなだったら決められないので絶対決めるっていうことでやらないと、まあ、無理でしょうね1本決まったらいいな程度はじゃあ、まあ、多分売れないと思うんで絶対1人に 100%1 人に売るっていうそれをコミットしないと多分売るのは難しいと思うんで、うん、そ,うそう簡単にねお客さんはお金払わないですからね ということであの、報告、報告というか、まあ、売り上げ上がればわかるんで、こっちでもね、うんはい。まあ、もし売れたら対談しましょう。では。